どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は聞いたことがある洋楽いきます。はい。バネッサ・カールトンさんの歌う、A Thousand Miles。この曲はですね、聞いたことあると思います。はい。とってもない素晴らしい、こう、切ないラブソングでキュッときますね。で、この曲はもともとピアノの曲なんで、ちょっとウクレレでやるにはね、なかなかちょっとどうしようか悩むところなんですけど、もう斬新なガズレレ式簡単アレンジを施しまして、いつものように2バージョンやろうと思います。簡単バージョンとかっこいいバージョンなんですけど、簡単、シンプル簡単バージョン、もう本当に斬新でございまして、初心者の方でもできるようにしておりますので、はい。まずは初心者簡単バージョンやってたから、後半はね、かっこいいバージョンもこっちもちょっといろいろ考えました。最後まで2バージョンご覧になってください。さあ、大好きな曲、いつも聴いてる曲、これカラオケで歌ったりするのもいいんですけどね、楽器と一緒に弾いて歌う弾き語り、これぜひ皆さんに体験してもらいたいんですけど、楽器はちょっと私やったことないし難しそうだしっていう方多いんですけど、ウクレレは簡単ですよ。めちゃくちゃ簡単なんだけど、始めたらわかりますけど、奥もすごく深いんでね、ずっと続けられるもうパートナーになってくれると思います。弦も4本ですからね。はい、簡単。他の楽器に比べたらはるかに簡単。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんできるようになります。もうちょっとしたらこの辺にリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、動画貼り付けてありますので、見ながらウクレレ触ってるだけであっという間にできますから、はい。YouTube ですから、いつでもどこでも無料で、スマホでも見られるし、はい。気楽に、気軽に音楽始めましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには今まで私、ガズが取りためた、ありとあらゆる音楽がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画、800曲以上もうすでにアップロードされております。今日みたいな洋楽もめちゃくちゃたくさんやってます。あとハワイアンもちろんやってます。最新 J-POP も、定番 J-POP も、昭和の夏メロも、歌謡曲も、演歌も、アニメソングも、映画の曲も、めちゃくちゃいっぱいありますから、さっきのリンク先のところに行って曲探せたりとか、ジャンルボックスから選べたりできるようになってますんで、ぜひ行っていろんな曲やってみてください。それではいきます。 A Thousand Miles、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3,4 Making my way downtown, walking fast, faces passing, I'm homebound
バネッサ・カールトンの A Thousand Miles ガゼレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。これはかなりガゼレレオリジナルのかなり簡単アレンジしております。もちろんショートカットバージョンでお送りしておりまして、2番とかショートカットしてるんですけれども、フルでやりたい方歌詞を書き足していって2番あのフルコーラスできますからね、どん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 自分で書いてくださいね。で、ですね、動画と一緒にできる方も自分で書いて、その自分だけでやってみるのもいいと思うんですけど、ちょっとその時の参考に今日なるかどうかわかんないんですけど、この私がどんなものを見て歌ってるか、まあ、カンペみたいなもんですけどね、はい、見てもらおうと思います。で、英語の曲は歌詞が多いからプリントアウトしてそこに書き込むっていうことをやってるんですけど、ちょっとここ見てください。はい。AB パート、ここの A メロと B メロのパートのところは、はい。簡単バージョンは全部この F と C でアレンジしました。これはかなり斬新だと思われますね。なんで今日はここはね、やっぱテロップ見てもらった方がちょっとわかりやすいかもしれないな。で、ここら辺でちょっとコードの展開があるんですけど、なー、あー、あー、あーって、ちょっとこのブリッジパートのところですね。ここで A マイナーとかだ。これね、今日だからこの紙見ていただくより、テロップ見ながらメモってもらった方がいいと思うんですけど、まあ、こんなようにガズは書いてるよというこの参考にね、一個見ておいてくださいということでございます。これサビが繰り返されるんですけど、ちょっとね、これからやる、かっこいいバージョンの解説も含めてちょっと見てもらいたいんですけど、ここに矢印が書いてあるでしょ。これね、ちょっとなかなかこの、ここに、まずね、このメインフレーズっていうのがちょっと出てくる。これ後で解説しますけどね。ここら辺もちょっとね、後で解説する。ちょっと並大抵の弾き方じゃないんですよ。かっこいいバージョンは。面白いですけどね。なんで今のシンプル簡単バージョンこんな風だって覚えておいてください。あとも後半のかっこいいバージョンは小分けでちょっと解説していきます。で、出てきたコード、これ5個だけですよ、コードは。C と Am と F と G7 と Em7 という超入門コード5個で今やりましたということでございます。で、このコードはですね、一応このガゼレレ必須コードという仲間のグループで、皆さんにぜひ覚えてもらいたいのはこのガゼレレ必須コードです。ウクレレやるにあたってね、コードっていうのを覚えなきゃいけないんですけど、皆さん、ウクレレにとってね、めちゃくちゃ都合が良くてもう仲良しで本当に助けになってくれるコードがあるんですよ。これちなみにウクレレにとってですから、ギターとか他の楽器ではそんなに意味ないんですけど、ウクレレにとって非常に意味がある10個のコードをガゼレレ必須コードと言っております。はい。で、この10個のコード、10個もあるのかと思うでしょ。これ覚えてください。でもね、1個ずつ見たら指1本のコードとかいろいろで簡単なんですよ。ただ10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいる。それを解説してる。私が解説してる動画ここに貼っておきます。この動画を見ながらだとね、10個ぐらいコードスッと覚えられるんで、楽しくコード覚えましょう。そのうちの今日5個出てきますから、よろしくお願いします。さあ今日はですね、ちょっと深いんですよ。こっからもう早速、かっこいいバージョンの弾き方に入っていこうと思います。まず基本的な弾き方なんですけど、リズム、全体的なリズムはこれです。16ビートのチャというリズムです。こんな感じ。これが基本なんですよね。じゃあ一応整理しとくと、あとこれとカッティングっていうのが入ります。このカッティングっていう、ダンツタスク、ダンツタスカタカタカタ、ちょっとこうカチャカチャ言い出すやつ。この二つの弾き方が出てくるんですけど、この最初にここにリンク貼っておきます。この弾き方、基本的な弾き方、ここでマスターしてください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの一枚で、その中から16ビートのシャとカッティングで、なんとなく基礎を動画で学んでください。ちょっとこれ二つとも。難易度高いリズムでございます。はい。じゃあ、こっからまずね、整理していきますよ。まずですね、このメインフレーズっていうのがあるんですよ。メインフレーズ。これをちょっと解説しましょう。ちょっと今やりますよ。いきます。こんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォー。なんじゃそれって思うでしょう。分解していきます。まず、F、G、C、を、この数弾いてください。3、3、6です。F が3、G7 が3、C が6です。わかる ?F、F、F、G7、G7、C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 、6。ってやったら今度3弦の、3弦ですよ。の、2、4、2、0。2フレット、4、2、0。ゆっくりね。で、2420弾くとき、他の弦も開放弦で弾いちゃっていいです。こう、賑やかしで。3弦の242420ね。はい、3回やります。で、フレーズによっては4回目で、はい、4、2、
三弦の420420C ですね。最初からやります。でででででで。こんな感じ。め口で言うと、ダラダ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 ラダラダ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 ラダラダ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 ラダラダダラダダダラ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 ダラダラダダラダダラ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 ダダラダダラ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 忙しいですけど、420420これをメインフレーズと命名しております。はい、ちょっとこのテロップでなんとなく3つ展開していくから、123123だからちょっとやりづらい。ダダ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 、はい、こんな感じです。ちょっとやってみてください。これが、メインフレーズで、 A メロのところで、ダンスタッ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 、こんな感じです。ちょっとこれね、まずこの矢印見て、シンコペーションマークってリズムがまずポーンと入ってくるんですよ。はい、でリズムが食い込んでくる。でちょっとやってみますよ。ダンダダ、まず F から G7 でこうなるんです。まずワンブロックでちょっと長いんですけど、ダンダダッ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 、このフレーズ。F、G7、CF、F、G7、CF。これ覚えておいてください。これ。これで A メロです。Making my way downtown, walking fast, space is fast. こんな風にやります。ちょっと難しい。これカッティングも入ってます。ダッツツ、ダッツ、クツツ、ダッツツ、ダッツツツツ、ダッツツ、ダッツツ、難しいでしょ。これをやるんですよ。F カッカ G7 C ズバツツツ、だからカッティングと16ビートのチャットシンコペーション、これ A メロですね。これまた来てます。はい、 B メロの解説いきます。今度はここダダダダダダダ And I need you ダダダダダダ And I miss you ダダダダダダ、ここも3ダダダダダダダって止まる。 Em7 で止まる。920、こんな感じですよ。で、サビからは、この矢印マークが出てきて、この16ビートのチャンス。If I can fall into the sky, easy time, it has me by. わかった?矢印マークね。ダンダッダン、ダダツでダンダッダン。はい。このシンコペーションがなかなか、ね。この前リズムがスコンと食い込んでくるやつなんで、ここら辺がキーポイントかなと思われます。あとはテロップの中で伸ばすとか、矢印マークシンコペーションね、伸ばしながらシンコペーションとか結構いろいろ出てくるんで、ちょっとこのデモ演奏を参考にしながらやってみましょう。このまずメインフレーズと A メロが特に来てますね。はい、なかなか濃厚ですけど、これはなんかこうピアノのフレーズをなるべくこうウクレレできるように、しかも簡単にやったとバージョンでなっておりますので、ちょっと時間見つけてゆっくりね、はい、やってみてください。まあこれはリズムはなかなか面白いと思うんですけど、難しいかもしれませんが、楽しんでやりましょう。音楽はやっぱりこういうのと言葉のね、あのエネルギーが混ざるのが面白いわけでございまして、はい、よっしゃ、じゃあ行きますよ。バネッサ・カールトンの A Thousand Miles、 ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3
I could just see you. If I could fall into the sky, if I could just hold you tonight. バネッサ・カールトンの A Thousand Miles ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみました。これはですね、今日もうちょっと難しいですね。やっぱこれこのフレーズをこの体4つで弾くだけでもかなり難しいですよ。1,2,3,4 これだけでもかなり脳トレ。まあまあこういうことで、そこでまた歌わなきゃいけないわけですから、ああもう本当にだけど楽しいですよ。まさに脳みそがもう今もうカッカしてますから、はい、でさらにやっぱりもう歌の感情も込めたいわけですから、音楽っていうのはこうつかめそうでつかめない、そんなところも面白いことでございます。ちょっと今日は難易度高いですけどね、ちょっとこう小分けにしてパートパートで練習していきましょう。ありがとうございます。さあガズさん、このちっちゃいウクレレ持って全国でイベントやっております。その最新情報ちょっとソールドアウトが続いておりますが、ありがとうございます。はい。でもちょっとまだね、参加可能なイベントもご案内します。あとはこの弾いてるウクレレ、これもね、いいウクレレ、これのご案内と、あと本もいろいろ出してる、そんな最新情報、この後ちょっと引っ付けとくんでご覧になってください。チャンネル登録お願いいたします。また見てくださいね。楽しく音楽しましょう。それではご案内動画、どうぞ。はい、そういうわけで、ひとまずはこのガズレレ .com で最新情報をチェックしてください。ガズレレホームページのリンクもここに入っておきますからね、よろしくお願いします。さて、ガズレレイベント情報、11月は、宮崎行きますよ、宮崎。はい。宮崎の方以外にも、日本中からこう、集まってくるのはいかがでしょうか。なぜかと言いますとですね、これ見てください。今予定されているものは、この、ソールドアウトになってしまいまして、今ここだけがまだチケット販売中です。皆さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。この後もどんどんイベント増えてきます。今のところの情報はっていうところなんで、ちょっとフォローしといてくださいね、ホームページなので。よろしくお願いします。あと、このウクレレの情報、これベトナムで作ってるガズのわがままウクレレ。クラウドファンディングでももう大変なご支援をいただき、大ヒット中でございます。で、事前販売予約ホームページを立ち上げたところ、もうありがたいことで、そこもちょっとソールドアウトになったんですけど、もうすぐ2、3日で、また新たな在庫確保できる。またそこ動き出すんで、ちょっとフォローの方引き続きよろしくお願いいたします。あとインターン、ベトナムに行く半年間のインターン、10月いっぱいで募集締め切ったんですけど、10名様ほどの募集をいただきまして、これからちょっといろいろ面談に入っていくという流れにおりまして、またその辺もシェアしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ガズさんですけど、本をいっぱい出してます。まずこれ、リットミュージック社から出ている100曲入りのめちゃくちゃ簡単なウクレレ、ソングブックです。よろしくお願いします。あとはね、週の友社からこういう、ガズさんのいい話が載ってる、人生のこと語ってる本も出てますね、主婦の友社。そんなのもお願いします。ちょっとここで、ちょろっと告知していただきますと、私のサブチャンネルやってるんですよ。ガズトークという、おしゃべりばっかのチャンネルです。ガズトーク。もし興味ある方、ぜひ覗きに行ってください。結構面白いですよ。自分で言うなって話ですけど。はい、お願いします。ブログとかもホームページで書いてますんで、いろいろと探ってみてください。音楽は音楽だけじゃなくて、こう、ライフスタイル全体に関わるんで、そんなことをまとめてガズレではシェアしていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。バイバイ。